大地から得られたもので暮らす、そんな日々を少しずつ重ねてきました。これは種ですね。来年の種用の、お米。自然と人間の手と知恵等でずっとやってきた行為をやらせてもらってるっていうところで豊かだなっていうふうに思いました、ね。命の根と書いたとも言われる稲。お腹も心も満たしてきました。親しい人に飾ってもらえないかなって言って渡してたんですよ。俺くれるんですよね、やっぱり。あ、本当にわらしべ長者だっていうところですごい豊かさを感じたんですよね。神様への橋渡しを終えると、新たな年の始まりです。今年もまあ無事なんとか乗り切ったなっていう、そういう気持ちの方が大きいかな。ならないようにするからな、難しいところ。ちょうどこれが男性のシンボルの先っぽになります。もうこの結界ということでですね、災いが入ってこないようにと。特に今年はね、まあ、コロナということですのでね、何があっても飛ばすわけにいかないですよ。我々の稲淵のね、大事としましては、はい、抱きしめます、はい。もう 今ワンチャンスですからね。あの紙の方に、上流の方にずっと回してください。もうちょっと引っ張る。もうちょっと引っ張ってください。はいはい。冬、田んぼの仕事はもう動き始めます。今日は田んぼの整地、ここにゴボってこう穴開いてるんですけど、モグラの穴が水の抜け道ができちゃってて、土入れたりして、冬この地味な仕事がすごい結構要で、でこれをおろそかにすると取るまでに弊害が出てくるんですよね。
から行こう。お、こっちから行こうか。はい。はい。はい、せーの。トンドっていうのもこっち来て知りましたし、あ、そうなんですか。はい、1年目から参加してるんですけど、うん、その土地をずっと見てきた人たちとの交流ってこういうところでお話聞けるというか、でヒントにもなるし助けてもらうことも出てきますし、移り住んだからこその気づきを得ながら、当たり前の営みが受け継がれていきます。もう8年、丸8年、はい、完全に根付いてきたな。最初誰蹴ったんかいな思うけど、2回目、3回目なってったらな、はいはい、ね、だんだんそれになってくるやん。最初は誰でもとっつきにくいやん。いやいや、もう怖かった、皆さん怖かったです。来る方もせやし、こっちからすんの。パパの腰がやばい。家族写真を撮るっていうのを毎年のイベントとしてしてるんです。2人とも学校も皆勤賞で1日も休まず行けたので、みんな元気で幸せやなと思いますね。食べよう。はい、いただきます。おいしい、うん、つくし大好きなんですけどね、自分で取って袴を取るってことはしないです、ね、食べるだけ。言われちゃった。アスカで住んでたら、アスカで住んでるそこの旬のもんを食べてたら間違いないって。レンゲの、ね、根っこなんだけど、玉の中に肥料分の窒素っていうのがたくさん含まれてて、田んぼに入れてお米の肥料になってくれるんだって。春、恵みの大地が動き始めました。米作りが始まる、いよいよ始まる、実感する瞬間でもあります。